全部飲んだ、まーちゃん。すごいな。ブラボー。はい。今からどこに行きますか。見えるの？今からどこ行くんですか？ねえ、立ってまい。フランスと柔道の出会いは1935年、川石幹之助がフランスにやってきました。そこで外国人に対する柔道教授法を考案し、日仏柔道クラブを創立。終戦後に再びフランスにやってきて、1950年代から柔道ブームが始まりました。フランスではなぜ柔道が大人気か。それは親が子供にやらせたがる。フランスは世界で強く、オリンピックでメダルをよく取るスポーツだから。職業としての柔道指導者の地位が確立している。護身用のために役立つから。なぜ親がやらせたがるのか。それはフランスの学校は生徒に生活指導を行わないので、スポーツなどで規律を子供に教えたいと思う親御さんが柔道に通わせるそうです。暗いスキャンダルや暴力事件が尽きないスポーツがある一方で、フランス柔道にはそのようなイメージが皆無であることも人気の理由だそうです。
疲れた。ちょっと疲れたな。はい。ラロロリータ。歌って。ラリルレタ。知ってる。間違ったね。納豆なんで好きなん？なんで？うん。なんで好き？マノン。日本人と、フランスマノン。これはな、つくね、まちゃん。つくね。つくねですよ。いないいない。全部飲んだ、まちゃん。すごいな。ブラボー。ブラボー。うん。ママが、ママじゃない。あ、ママ負けた。え？ママ負けた。全部食べた。全部食べました。二人で全部食べました。マカロンチョッピー。はーい。当チャンネルはフランスの今のリアルな生活を配信しています。いいね、ご登録よろしゅう。いつもおーきに。